走いたしましたら減衰力最強の方でですね、一回ちょっとどんなもんか試してみようと思うんですけど、今朝行っちゃいましたね。減衰力今一番最強です。減衰力30の最強でもあんまり乗り心地は変わらないですね。いいです、かなり。あれ全然15に設定してたんですけど、今最強なんですよ。全然あれむっちゃ硬いとか突き上げとか全然ないですね。減衰今30で全然その乗り心地的には変わんないです。30の0段ですね。あんまり慣れてなくてすいません。15とほとんど変わらないですね、突き上げ感とか。さすが硬いとかそういうイメージもなくて、次は減衰力、最強から5段下げてやりました。25ですね。減衰力25でもなんか全然普通にソフティーですけどね、全然硬くないです。25ですね、減衰力。次減衰力そうですね、全然こう全般的にこうなんか全然突き上げがないんですよ。最強にしても全然突き上げないし、あと
なんか踏ん張りは一番もう最強のところが一番いいと思うんですけど、乗り心地的にはもう別に全然20最強でも25でも一緒ですけどね。ゼロが最強で、今 5段目ですかね。最強から 5段上げ、 5段柔らかくした感じですかね。なんかめちゃめちゃですね、言ってること。一番強いやつから10個引いたところ、10段っていうんですか、20段っていうんですかね、一番強いやつから10個ソフトにした感じです。じゃあちょっとどんなもんか試してみます。全然その走る、普通に走る分に関しては最強0段ですかね、30段で言うんでしょうか、最強は普通で別に突き上げ感なくて、ただロールのところがもうがっちりしてるっていう感じで、今25を試したんですけれども、その突き上げとか乗り心地とかは変わんなくて、あと今20なんですけれども、まあ一緒ですかね、ほとんど変わりはないっていう感じですかね。ちゃんと20段でも25段でも、30段最強ですよね、すいません、0段5段10段でも、今10段目ですよね、逆で言ったら20段、一番強いやつから10個ソフトにしたんですけれども、全然普通最強と変わらないです。ロールの方も最強の方が一番しっくりきますよね。登って6個登ってくる来た時の前の動画は15段ちょうど中間なんです。今は中間よりも5個ハードにした感じなんですけど、全然一緒ですかね。帰りましょう